天帝のために生き、天帝のために死す。それがゲントの定め。そしてゲント貢献伝承者として、うっ、うん、確かにお前の陶器には一片の迷いも曇りもない。他に渡る橋はない。渡さぬ。このファルコ、死をかけて。一人もおらぬ。とどめだ。ふん。だけ消しろ。片足義足の男か。どうしたケンシロウ、おじけづいたか。その足ではわずかに間合いの中に踏み込めぬようだな。聞こう、凝結界、俺の右足も自由に動かぬ。対等、ケンシロウさんはあくまでファルコと対等に。鬼神の強さを見せるファルコにわざわざそんな。その足も戦わずしてラオウに与えたもの。さすがは北斗の男、あえて誇り高き死を選ぶか。義足を軸にした。俺は片足ゆえに攻守に一切の資格を作らず、お前の体力の消耗を待った。鍛え抜いたこの足は必殺の武器となる。見切れるか、この蹴りを。うわとどめだ。
子様が。さすがだ、下方の死角から軸足を狙うとは。飛行可決をついた。もはや勝負はついた。